河内裕一君。いや総理ね、私が聞いたのは6名の任命を しないよと、総理大臣としては6人の任命しないんだということを意思決定した決裁文書がありますかということを聞いてるんですね。で、総理は6人の名前は見てないわけですから、見てないとおっしゃってるわけです。当然ないはずなんですよ。だからないよと、それはないとおっしゃるのが総理大臣としてのご、私が総理の答弁をここで言うのも変な話ですけど、ないということをおっしゃっていただくのがですね、まあ、大事なことかなというふうに思います。はい、総理が手を挙げてるんだから。内閣大臣官房長大塚総理、いいですか。総理大臣、はい、はい、はい、そう、官房長は座ってください。座って、はい、内閣総理大臣菅義偉君。総理頑張ってるんですよ。私99名について、任命をしたということです。河内宏君。いや、だから6人をですね、任命しないと、俺はしないんだということを意思決定した文書が存在するのかと、政府として意思決定するのかしないのかって非常に大事なことなので、それを聞いてるんです。内閣総理大臣菅義偉君。99名を任命した旨の決裁文書はあります。河内宏君。総理はね、縦割りを打破すると、官僚主義を打破するんだと、こうおっしゃってらっしゃって、叩き上げだとおっしゃる、私も叩き上げですよ、まあ、叩き上げ比べをね、してもいいぐらいだと思ってますけども、この問題を解決できるのは総理しかいないので、これね、突っ張っても違法状態が続くだけなんですよ。なぜなら、総理のところにはね、梶田会長の6名任命してねと、お願いしますよという要望書が来ましたよね。これは法的には多分、日本学術会議が6名をもう一回推薦してねと、総理に持ってきてるんですよ。で、総理の手にその6名の推薦名簿があるんですよ、今。で、それを推薦しないとですね、その方たちを推薦しないと210名が会員として揃わないので、総理大臣としての責任を果たしていないということになるんです。なぜなら210名の会員を組織させるのは総理大臣の責任だから、最終的に。だから、この問題を解決できるのは総理しかいないんです。たった一人なんですよ、この国で。みんないろんなこと言いますよ。だけども、結局、説明できないのであれば、任命するしかないし、私はそう思いますよ。で、あと、学術会議のことが、ちょっとずっと前から俺は問題に思ってたんだと、改革したいんだと、だって改革者だからね。改革しなきゃいけないんだとおっしゃるのであれば、6人を任命した後、正式な会議体を作って、議論してねと、そして、会員の推薦のあり方等を含めて、ちゃんとしてねと、これまでと同じやり方をやっていくということが、信頼を受ける、国民に信頼される政治ではないかというふうに思います。そうじゃないとですね、総合的、俯瞰的にですね、国民の皆さんからですね、菅内閣はわけわからんと思われちゃうんですよ。ここ受けませんでしたね。いや、総理ね、総理が一人なんですよ、これ解決できるのは。このまま学術会議が6名の推薦を取り下げませんと、あくまでも任命してくださいと言い続けたら、6名がずっと欠員のままですからね。それは政府としてやってはならないことですから、総理として考えると、じゃあ、梶田会長を呼んで考えると、よく話し合ってみると、もう梶田会長は6名推薦してねと来ちゃったんですから、来てるんですから、要望書は出てるんですよ、総理のところに。それは
ちゃんとじゃあ話すからというぐらいはしないとですね、これずっと続くんです、膠着状態が。それはこのコロナ禍でですね、コロナ禍で他に議論しなければならないこともたくさんあるんですよ。総理として決断してください。内閣総理大臣菅義偉君。理論的には川内委員が言われる通りだというふうに思います。で、梶田会長が来られたときに、それは確かに受け取りました。任命の要望書について、その上で、梶田会長とは国民から理解をされる会議にしていきたいと、学術会議にしていきたいと、さらにそのために何をやるべきかということも一緒にやっていきたいと、まあ、そうしたことについては交流しまして、今井上大臣のところで幹事会長と会談をして、そうしたことを進めさせていただいているところであります。そのもう任命するしないということはそのままの状況になっています。で、結果として、理論的には河内委員の言う通りだというふうに私は思っています。委員長、いやいや、もういい、委員長、委員長、河内博之君。ちょっと委員長ね、私が政府参考人の登録を認めてるのはよっぽどの時の時にどうしてもって言うんだったらいいけど、内閣のメンバーと議論するわけですからね、ちょっと、はい。